さあ、始まりました。サンデーナイトドリーマーですけれども。はい。はい、僕ね、ちょっとキャバレー行ってきました。キャバレー。キャバレー。キャバクラ。キャバクラではなくて、キャバレー。いわゆる高級クラブでもなくて、キャバレーっていうところに、はい、まあ、ある会社の社長さんに連れられて、60歳ぐらいの人に、はい。ちょっともう地獄でしたね。地獄。なんでですか、もうホステスみんなババアなの。子連れ、子連れのババアばっかりで。子連れのババア嫌いですか？子連れのババアちょっときついね。きついんですか？うん。で、ドレス着ててさ、70歳ぐらいの年金もらってるようなおじいちゃんたちがいっぱいいるの。はい、で、そのおじいちゃんたちが、はい、その40歳ぐらいのホステスさんのおっぱいを触ろうと必死なの。それ見ると俺ちょっともう、残念だったけどね。でも、まあ、ああいう人たちが今の日本を作ってきたわけですからね。そうですよね。おじいちゃんたちにも至福の時間を与えたいですね。また来んのよ、ちょっと演歌歌手の人が。演歌歌手の人が毎日日替わりで来んの。で、チップもらうのよ、1万円ぐらい、おじいちゃんたちから。で、それも演歌歌手なのにさ、胸元の間ドレス開けてさ、胸の谷間に1万円入れてくださいって言ってさ、やってくんの。で、俺のところも来てさ。はい。握手求められてさ、はい、握手してさ、なんか俺悲しかったな、はい、こういう世界があるんだなと思うと、あるんですね。俺もお前もいつそういう風になるか分かんないからな、はい、そうですね、人生注意しような、うん、注意していきましょう。今度キャバレー行こうよ、ちょっと一回。わかりました、ちょっと人生の年になると思うので行ってみたいと思います。70歳のじいちゃんと40歳のババアが社交ダンスしてるわー、切なくなる。ほんと地獄絵図だぜ。Release all that stress with our variety program. Ariyoshi and Mari Okamoto. Sunday night, dreamer.ありがとうございます。こんばんは、有吉弘行です。アシスタントの岡本真理です。はい、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしていますサンデーナイトドリーマーでございます。はい、サッカーのサッカーねえ、ワールドカップ日本代表、はい、決まりましたね。ねえ、発表されたみたいですね。興味ありますか？もう当然でしょう。そうなんですか？これはもうサッカー、ね、サッカーですよ。どこか注目してるところとかは、注目してるところ、はい、それはね、やっぱあれでしょうね、うん、中村俊介の、有吉さんサッカー好きじゃないですよね。いいですよ、本当ですか？詳しいですか？中村俊介ですよ。中村俊介の俊介さん、俊介ダンスがやっぱり楽しみですよね。私はサッカーあんまり詳しくないんですけど、俊介ダンス知らないんですか？知らない、どういうのですか？でも ほぼカズダンスですけど、ほぼカズダンスみたいなもんですけどね。で、やっぱワールドカップでもゴール決めて、やっぱ俊介ダンスが見たいなっていうのがやっぱり、はい、ねえ、出ればいいですね。サポーターたちのやっぱり願いですからね、うん、どうですか、南アフリカ行きたいですか？まあ、機会があれば行きたいと思うんですけど。ねえ、レープ率が150%とかだったよ。一回レープされて、はい、その逃げる足でもう一回される可能性があるぐらい危ないんだ。忙しいですね。で、街の中心にあるビルが、悪の洞窟なんだ、はい、うわ、あ、本当ですか？もうそこにもう警察も手が出せないぐらい怖い人たちがいっぱいいたりとか、で、番犬の代わりにハイエナがいるっていうね、はい、ハイエナ飼ってんだね。もう YouTube で見ましたけど、ちょっと私もじゃあ YouTube で見てみたいと思います。ハイエナってさ、はい、アフリカにいるハイエナ見るとなんか小さそうじゃん、うん、ちょっと千葉県ぐらいの大きさかなと思うじゃん、はい、街中でハイエナ見るとバケモンみたいにでかいね。え、見たことあるんですか？それ YouTube で見たけど、怖い。街中にいるハイエナってすごいよ、もう本当にちょっとその動画って YouTube でなんて検索したら出てきますか？なんかね、南アフリカ危険とか、わかりました、みたいな感じで探してみます。面白そうでしたけど、はい、はい、うん、あとなんか言ってください。あ、有吉さん、うん、映画レギオンの CM ナレーションを担当ということで。あ、どうもすいません。そうなんですよ。有吉さんどうですか、仕事の方が。ついに CM が来たわけですよ。声だけとは言えね。今まで CM ってありましたか？で、猿岩石時代はありましたけど、はい、ピンになってからはほぼ初めて、はい、すごい、まあ、こういうちゃんとした感じでは初めてです、はい、声とはいえついに僕映画を背負ってるわけですよ。そうですね、どうでしたか、レギオンっていう映画を。はい、見てみてどうでしたか？それはもうすごい、もう面白い作品なんですけども、当然ね、当然、はい、これだからもうちょっとお杉さんの仕事のね、
枠を奪おうかなということを、はい、まあいろいろ言ってたんですけれども、はい、これはちょっと、はい、何か今後動いてきますよ。いや絶対僕に CM やらせてもいいんだっていうふうに今業界が、うん、気づいたわけですよ。そうですね。有吉毒舌とかさ、はい、壊し屋みたいなふうに言われてるけど、うん、よく見てみな、うん、あいつ結構ぬるくやってるぞって気づいたわけですよ。だって有吉さんはドンにもお昼の顔として出てますよね。そうなんですよ。だからあいつあんまり危険じゃないぞっていうことに誰かが気づいたわけです。ちゃんと実は正統派なんではないかと。これも今後敵を切ったように CM ラッシュになるかもしれない。わあ、それいいですね。これは変わってきますよね、はい、だからちょっとなんか来週レギオンの人からなんかプレゼントかなんかもらって、はい、リスナーにプレゼントでもしますよ。そうですね。俺はレギオン背負ってるわけですから。はい、はい、プレゼントお待ちください。はい、というわけで有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、今夜も最後までお付き合いください。サンデーナイトドリーマーさあ、東京半島の JF ネスタジオから生放送でお送りしております有吉弘行のサンデーナイトドリーマーでございます。はい、アシスタントは最初は有吉さんのバーターでしたが、今やすっかり人気の岡本真理です。お、すごいですね。今日はもうすっかり岡本さん、はい、夏っぽい服ですね。半袖で。そうですね、半袖ですね。ちょっと胸元をあらわにした感じで、ちょっと谷間なんかも見せていただいてますけど。あ、そんなことないですよ。何なんですか？誰を脳札しようとしてるんですか？誰も脳札していないですよ。このゴミクズスタッフを、と誰かを狙ってるんですか？そうですね、二人ほど。二人ほど狙ってるんですか？冗談ですけどね。冗談ですけどねとか言わないでくれよ。だからちょっと、いいですかね。冗談ですけどねとか言うなよ。なんでですか？なんでそんなお前、俺とかリスナーがバカ扱いするんだよ。分かってるわ。まあ2人ほど狙ってるんですけどね。いや分かんない、まあ、これは冗談なんですけどね。いや何それ、やっぱ保証が必要なんですよ。保証なんていらないんだよ。私保証じゃないと怖いです。本当に俺よく後輩とかにも言うんだけどさ、はい、うん、くだんねえ地位を守ろうとすんじゃねえっていう。今の私の地位ってすごいところにいるぞみたいな言い方するんだお前らバカの。いや全然すごくない。ゴミクズ、ゴミクズ女、うるさいな、バカ野郎。メール来てますよ、こういうメールが。メール来てるんですよ。 FM 栃木から、はい、なんて来てますか。肌道さん、はい、岡本真理さんへ、はい、下ネタを言われた時もう少し嫌な態度を取ってください、はい、普通に受け取ってしまうので、うん、やりまんっぽいです。やっぱりケツ出してるぐらいだからそうなってしまうのでしょうか。違いますよ、やりまんでもないですし、まずケツも出してないんですけど、ね、ケツ出してましたよ写真集。出してないです、あれ知らない。昨日もおっぱいの谷間を見せつけて。ないですよ。俺をなんか怪獣しようとしてんじゃないか。俺そんなことでお前甘くなるような男じゃないからな。知ってますよ、まずちょっと言わせてくださいよこれ。何をだよ、冗談を言うのか。冗談じゃない。また冗談を言うのか俺の前で。冗談じゃないですよ。あの私でも本当に下ネタって言わ、うん、私なんで下ネタ平気なの。私平気じゃなくって、うん、平気じゃないからこそ、うん、なんかよくアイドルの人とかタレントさんが下ネタ嫌ですっていうのが、うん、苦手なんですよ、うんうんうん、だから一線を越えようと思って下ネタだけをちゃんと返そうと思ってるんですよ、うんうん、偉いよそれ。どう、本当ですよ。おいお前偉いこと言うじゃないか。やったー。どうした。いやポリシーです。じゃあやっぱりこう言ってみて。なんで金玉揉んであげようか。金玉揉んであげようか。いいぞ。なんかお前初めてお前のな成長を見れて俺は本当に嬉しいわ。え、本当ですか。ラジオ、生放送のラジオで金玉揉んであげようかってメインパーソナリティに言える。偉い。お前本当に偉い。本当ですか。よく初めて有吉さんに認められました。うん、なあ、じゃあもう早速揉んでもらっていいですか。もう機会があればいつでも揉んであげますが。メールもいろいろ来てるんですよね。はい。はい、こちらね、キス FM 神戸でお聞きの、広末涼、あら、広末涼子さん来てますよ、また。広末涼子さんから。おっす、俺は広末、岡本、てめえ言いたいこと言ってくれてんだ。わしのシングル MK5 知ってっか？マジで消してやる5週間後のことだぞ。覚えとけよと。
いや、ほんと広瀬さん。先週広瀬さんのね。この番組偽物多くないですか？偽物ってなんだよ、これ広瀬さんだよ。いやいや、性別は男って書いてありますよ。そんなのね、それはごまかしてんでしょうよ。いやいや、ほんとに知ってますよ、広瀬さん。あ、もう一人広瀬さんから。来てるんですか？来てますね。はい、読んでください、じゃあ。はい。読まないんだったらもうその会話やめますけど。じゃあ読まないです。くだらないな、本当に何にもないんだもんな、一週間俺ら。そうですね、有吉さん一週間休みがまずないんですよね。そうですね、なんか本当だからそのキャバレー行ったことぐらいですかね。ね、飲みに行ったりもできてないんですか？全くしてないから、まあ昨日ちょっとね、はい、夜行ったりしましたけどね。1時ぐらいから、夜1時から4時とかみたいな感じですけどね。はい、なんかくだんねえ2人だな、本当に何もしてねえんだもんな。そうですね、人の悪口ばっかり言ってさ。私も一緒みたいな感じに言わないでください。揉んだり揉まれたりしてさ。まず揉んでもないですから。ズブズブの関係だな俺とお前は。巻き込まないでくださいよ。まあこれ冗談ですよ。三四章言わないってさっき言ったじゃないですか。もうさあ、じゃあちょっと一応最近にメールテーマ募集しましょうかね。はい、そうですね、はい、サッカー日本代表が発表されたということで、今回のテーマはズバリこちら、はい、これなら私も日本代表。うん、ということで、はい、サッカーではまあ叶いませんけれども、これなら私も日本代表級だという、あなたの特技やね、隠された力、能力を教えてください。まあ、はい、例えば腕毛の濃さね、はい、太さは誰にも負けないであるとか、はい、二股をかけても絶対バレない自信がある、うん、ね、10年間携帯電話を変えていない、メール機能がついてない日本代表であるとかね、いろいろと、はい、なんかあります、日本代表になれそうなこと。私あります、ブリッジが得意で。ブリッジ得意で、ある番組でね、そのブリッジを使ったギャグをして、うん、有吉さんに、うん、サークルでやってろったら次の日それが携帯ニュースになってたみたいですか。そうですか。ブリッジ、女性が、はい、あの水着とかでブリッジするときあるじゃないですか、はい、あの時ってすごい恥ずかしくない？はい、あ、私全然あんま恥ずかしい。水着でブリッジしても恥ずかしくないです。森ってなっちゃってんじゃないかなとかさ。あ、考えたことなかったです。森ってなったりとか、はい、割れってなっちゃったりとかさ。割れってわさっと出ちゃうとかさ。わさっそれ気にしないんだ。私あんま考えて。脱毛処理します？水着着るとき。まあ脱毛処理しますね。します、髪取りで、はい、まあ普通にシェーバーでしますね。シェーバーで、はい、あー、じゃあ全然恥ずかしくもなんともない、ね、恥ずかしくないですね。逆に気にしないで、そういうことを周りによく怒られますね、うん、もうちょっと気にしろと。はい、ズベコだなお前。ズベコじゃないですよ。私意外にこう見えてそんなんではないですからね。そうですか、僕なんですかね、はい、日本代表になれるっつったら。なんですかね、なんだろうな、なんかある？ありそう俺。いやー、まあ毒舌とか、まあ毒舌ね、毒舌言ってもうまくあんま恨まれないような感じ。はい、うん、あとやっぱり中山秀幸さんの懐に入る日本代表である。うわー、羨ましい、そこ入りたい。え、そうだ、秀さん結構俺大御所の懐に入る日本代表かもしれないね。え、結構誰ですか大御所。いや、やっぱ俺結構いろんな派閥あるでしょ、芸能界に、お笑いにも、はい、うん、例えばこことここはあんまり仲良くないよみたいな派閥とかあるでしょ、ね、例えばまあ吉本興業と太田プロ、はい、人力車いっぱいお笑い事務所あるからいろいろ派閥があるんでしょうけど、はい、僕結構そこ関係ないっていうところありますね。なぜならやっぱ舞台が竜兵会だからだよね。みんながやっぱり相手にしてないから。そうですね。ええ、竜ちゃんのところだっておいでおいでになっちゃうから。太田プロいいですね。ね、そういう意味では結構懐に入りやすいかなというふうに思ってますけども ね、うん、いいね。まあどんな日本代表がね、いろいろあるのかちょっと聞いてみたいと思いますけれども、はい、はい、メールは、はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ホームページアドレスは www.jfn.co.jp/dreamer です。携帯からも送れます。はい、はい、まあ、生放送中に僕と話したいという人がいれば、はい、メールに電話番号を添えて、送ってください、はい、さあじゃあ一曲いきましょうか。はい、では先週は母の日ということでお母さんにちなんだ曲をセレクトした杉井ディレクターですが、今週はサッカーの日本代表が発表になったということで日本を代表する曲を選んだそうです。まずはその1曲目、ミュージックカモン。はい、これぞ、はい、これぞまさに日本の、これぞ、すいませんね、これぞまさに日本の魂、メイドインジャパンです。 V6 でメイドインジャパン。さ
あというわけで、やっておりますし、メールのテーマはこれなら私も日本代表というわけなんですけど、はい、メール来てますか？すぐファックスって言っちゃうんだよね、やっぱ俺古いからね、まあ、そうですね、古いですからはい、はい、FM 長野でお聞き、ラジオネームパラドックスさんです、はい、僕の日本代表は先輩に媚びる日本代表です。岡本真理は得意ですかっていう。あー、私、こびるの微妙ですね、うん、まだ上手くなれ、なってないですね。やっぱもっと上手くこびていくべきだと思うよ。あの芸人ですから、芸人風に、はい、先輩ちょっと抱いてくださいよみたいな、お姉さんと抱いてくださいよみたいな嫌なこび方ですね、それ一番嫌ですねさあ、はい、FM 岡山でお聞きのラジオネームみりみりさん、僕は、野球をやってたと言ったらキャッチャーって言われる率が高い日本代表です。ちょっと太ってんでしょうね。うん、昔のイメージ、ちょっとこれも昔なんですよね、うん。昔はやっぱりちょっと太ってる人はみんなキャッチャーをやらされるっていう感じがありましたけどね。うん、やっぱでも今はもう安倍晋之助とか、ああいうね、はい、普通にちゃんとした人がキャッチャーやってますよね。うん、いますね。昔はデーブ大久保みたいな、豚もお前やってるキャッチャーって言われたら。この人はちょっと太ってるんでしょうね、うん、FM 栃木でお聞き、辰彦さんです、生まれてからずっと髪型が刈り上げ日本代表です僕はこの髪型で一生を得ると思います。ツルツルになるか刈り上げか、うん、刈り上げとかの人って確かに変えないよね、髪型ってね、結構ね、確かに変えないですね。おかっぱ系の人も日村さんとか蛍原さんみたいな人も変えないよね、変えないです、ね、あれなんだろうね、なんでですかね、あれってさ、なんかでも最初はさ、はい、おかしな髪型してんなと思うけどさ、なんかいつかしらかなんかちょっとおしゃれな人なんじゃないかなとか思うよね、刈り上げ、あいマッシュルームカットみたいな人ってね。確かに、それが似合っちゃってますからね。ねあれなんか不思議なもんですね。不思議ですね。ね、うん、やってみましょう。お前もやったら髪型変えてみたらもうちょっと。いや、でも私もずっと一緒なんですよ、ショートボブで。ショートボブっていうのショートボブっていうんですよ。うん、うん、でもモノマネするとやっぱ変えられないですね。え、なんだ、広瀬の広瀬さんだったりなんかイメージっていうのがありますから、またイメージ守ろうとするなお前な、本当にな、ダメですか。うん、ちょっとまああれあれ、うん、あの小山くんどうさんからメール来てますよ。お、小山くんどう、ラジオネームココアさんですね、はい先週の放送で岡本さんのファンになった送り人の脚本家小山くんどうでございます、はい、僕が広瀬に思っていた気持ちを岡本さん、あなたは全て代弁してくれました。演技が一人だけ浮いていた、体がしょうもねえ、評価されてんのは作品であってお前じゃねえ、送り人私の作品ですみたいな顔するんだねなどなど、まさかモノマネさせてもらってる人を公共の電波でボロクソ言うとは思いませんでした。言ってないですよ。スタッフの靴の匂いを嗅ぐ罰ゲームの後は浴場したんでしょうね。してないですよ。スタッフの金玉の匂いを嗅ぐ罰ゲームが待ち遠しいという発言をしてましたね。してないです、一個も。汚い DVD も買いましたよ。これからもブレインゾーンの芸能活動頑張ってください。くれぐれもウエストを友近より細くするレッドゾーンをに踏み入れないようにと。ココアさん最悪な人ですね、この人。ココアさんやな、小山君堂さんですから。ココアさん、小山君堂さんはもともとバラエティのね、構成作家さんもやってましたから、ラジオも聞いてくれてるんですよ。言ってないですからね、そんなこと。いやー、かなり嬉しいですね。でも小山君堂さんが号を出してくれてるもんですから。そうです、ココアさんですけどね。ねえ、よかったですね。さあ、うん、というわけで、はい、いろいろとまだまだメールお待ちしております。はい、メールは番組ホームページにあるメールフォームから送ってください、うん、ホームページアドレスは、うん、www.jsn.co.jp/dreama www.jsn.co.jp/dreama です。携帯電話からも送れます。はい、はい、そうですね、有吉さんと直接お話ししたいという方は電話番号もぜひ書いてください、うん、はい。さあ、では日本を代表する一曲いきましょうか。はい、日本の心、いやジャパンのハートを感じてください。長渕剛さんでジャパン。さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行と岡本真理が生放送でお届けしています、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、うん、さあ続いては有吉弘行の褒め企画でございます。はい、本当は心の底から褒めることが大好きだという有吉さんに心いくまで褒めてもらうコーナーです。はい、わかりました。はい、ではボックスの中に有名人の名前が書かれたカードがありますので1枚引いてください。最近ちょっと褒めるの苦手なんだよな、うん、なかなか。はい、誰でしょうか。お、鈴木亜美。あ、
アミーゴ。アミーゴですね。可愛いですよね。アミーゴねー、はい。アミーゴって言ってるやついる？バカ。そんなバカ。バカですか？鈴木亜美ちゃんのことをアミーゴって呼んでるバカいる？バカ、多分、ちょっとそういうバカいますね。鈴木亜美さんですからね、うん、やっぱりお名前はね。うん、アミーゴなんていうくだらないね。あの、ニックネームをね、呼ばないようにしてくださいよ、皆さんね。くだらないですかね。これ、まあ、鈴木亜美さんが自分からアミーゴですなんて言った風には思わないですからね。やっぱり言ったとしたら恐ろしいですけど。まあ、でもやっぱり、はい、これ褒めるの簡単でしょうね。簡単ですか？やっぱり鈴木亜美さんはもう、うん、もう10年ぐらいですかね。10年ぐらいにわたって、やっぱり、うん、音楽業界のトップシーンをね、やっぱ走り続けてらっしゃいますもんね。やっぱ出す曲、出す曲、全部ヒットされてますしね。うん、もうやっぱり、紅白も、もう5、6年連続で出てらっしゃるんですかね。5、6連続では出てない。きっとまあ、レコード大賞なんかも取るでしょうしね。やっぱりやっぱり日本にはね、いろいろアーティスト、うん、女性アーティストいますけど、はいもね、やっぱり日本のトップアーティスト、うんね、世界に発信する日本の一番代表するアーティストって鈴木亜美さんでしょうね。そう。よし。よし決まったな。完全に褒めたろ。はい、かなり褒めてましたけど。褒め殺しではないからな。褒め殺し。竹下登首相の褒め殺しでは旗引きました。はい。誰ですか。誰だ。ケイン小杉さん。お、ケイン小杉さん。ケイン小杉さん。これ俺今のでちょっと大体掴んだコツ。掴みましたか、うん、ケイン小杉さんってさ、はい、やっぱり肉体派肉体派って言われててさ、はい、結構筋肉番付とか、うん、ああいう番組でさ、結構出てらっしゃいましたけど、はい、やっぱりケイン小杉さんの最大の魅力って言ったら、やっぱり演技力でしょ。うんやっぱりね、ケインさんのやっぱり、ケイン小杉さんの演技力って言ったら、やっぱちょっともう緒方健さんであるとかね、あの辺の名優とやっぱり肩を並べるぐらいの演技力ですから、そういうことか。ちょっとやっぱ CM なんか見ててもね、いい演技されてますもんね。たどたどしい演技ですよね。なんとかケンタクみたいなやってますよね。やってますね。なんか引っ越しのやったりとかしてますけど、うん、ああいうのやっぱり見ても、やっぱケイン小杉さんってやっぱり、本当にその実力派ですよね。実力派の演技だとって言ってるやついますよ。実力派ですよ。もう一枚、もう一枚いきましょう。よっしゃ、今日これも乗り切れる。面白いなぁ。はい。照英。照英さん。来ましたね。照英さんってさ、なんて言うんだろうな。本当にまっすぐな男というか、役者としても本当にね、うん、素晴らしい、やっぱり日本代表するような作品にほとんど出てんじゃないかな今。うん、とは思うし ね、やっぱり栗原はるみさんと、はい、お料理の、ね、お料理のね、コーナーとかやってらっしゃいますね。やってますね。やっぱりなんていうのかな、お昼のああいうちょっとしたワンコーナー、お昼の料理番組とか出たりね。はい、出てますね。やっぱこんだけ実力派の役者さんが、ああいうお料理番組でね、はい、おいしいおいしいって、うん、おいしいおいしいって、幅がやっぱ仕事の幅広いですよね。あ、広いですね。ね、うん、あとだからやっぱ宇戸鈴木さんなんかにそっくりだったりとか。どういう意味ですかそれは。ね、そっくりってどういう意味ですか。考え方とか喋り方とか顔とかも全部宇戸鈴あの天才宇戸鈴木に似てるっていうところもすごいですね。まあ、いろんな意味で天才です。ええー、素晴らしいです。さあ今日は良かったな。今日は、ね、実力派の人ばっかりだったから。そうですね、うん。いや、判定がちょっと気になりますね。うん、じゃあ、それでは、うん、判定の前に一旦ブレイクです。はい。有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、有吉さんによる今夜の褒め企画ですが、その褒め具合はどうだったのでしょうか、うん、不合格の場合はお仕置きボックスからお仕置きカードを1枚引いていただきます。内容は岡本真理のビンタ、男性が大好きなスタッフが有吉さんの鼻の下を舐める、スタッフの靴の匂いを嗅ぐ、丸めた新聞紙でお尻を叩く、男性が大好きなスタッフが有吉さんの夢の指の間を全部舐める、爪毛をガムテープで男のエステなどです。うん、今日はもう隙がないもんね。完全勝利でしょ。いやー、ちょっと怖いですね。では、行きましょう。判定行きましょう。ジャッジ。今日はダメだな。絶対ダメだ。Too bad! えうるせえ、なんでよ、なんでよ、なんだよこれ、なんでこれ、おい、これ疑惑の判定だろう。
ないです。褒められないよ。まあ、これ本番前にずっと言ってたんですよ。今夜は岡本の負けだって。うん。みんなが思ってたら。うわ、もう最悪だ。これ俺、断固として俺裁判に訴えて出るぜ。さあなんだ。はい、なんでしょうか。うわぁ、男好きの男性スタッフが指の間を舐める。この罰ゲームよく出ますね。やばい。急いで肛門を触ろう。犬のように歩み寄って。やめて。いただきます。あぁあぁ、長い。たっぷりいけーでっかでか。有吉さん、発情しないでくださいよ。うわぁ、臭い。そしたら、わあ、有吉さん嬉しそうに顔ばっかりなってますよ。猫みたいなベロしてやがるな。ザラザラしてる。うわ、もう最悪だ。これ俺もうちょっと今日はちょっと俺不服だわ、判定。でも今回有吉さん結構いけたと思ったんですけど。そりゃそうよ。めちゃくちゃ。なんでです。あれじゃないですか、差し入れで出たフランスパイ一回も食べなかったからじゃないですか。何あんなな、お前何が入ってるかわかんない。フランスパイ俺は食わねえよ。信頼がないですね、はい、さあ続いては、はい、有吉弘行の7つのキャラでございます。はい、7つある有吉弘行のキャラクター、これまでに分かっているのは4つ。おなじみの毒舌キャラをはじめ、立ち読みしないキャラ、漫画喫茶でガブガブ飲まないキャラ、そしてソープランドで優しいキャラなどです。はい、あとの3つを探っていきましょうっていうことで、メールが届いています。そうですね、メールがいろいろと来てますね。はい、FM 青森でお聞き、タニスさんですね。はい、キスの時に内もも触るキャラ。うん、どうなんですか。いいですね。あ、これいいですか。いいですね。内もも触りてぇなー。キスの時に内もも触るのってさ、はい、ほんといいよね。え、いいんですか。内ももっていうのがいいの。うん、え、なんかそのやっぱり皮膚じゃダメなの。皮膚に行く前の内ももっていうのがいいよね。やっぱ女の人の体もホテって言ってさ。そうなんですか。内ももって体の部位で一番柔らかいからね。へえ、そうなんですね。内ももって。うーん。だからちょっとこれ結構いい、なかなかいい線してますよ。ソープランドで優しいキャラやめて、キスの時内もも触るキャラにしようかな。いいですね。してますね。はい、あとね、ラジオネームココアさんですね。はい。チンゲに香水をつけてソープランドに行くキャラ。これはね、はい、キャラにはしてないんですけどね、うん、あの18ぐらいの時やってました。18歳の時にね、ちょっと大阪に行きましてね、はい、梅田のリッチドールっていう、まあ有名なね、はい、まあ新聞とかにも広告が載ってるような有名な、ヘルスがありましてね、はいはい、そこに行く時俺まあ、高校生で初めて、はい、高校生は卒業して18の時に初めての風俗だったんで、これやっぱ風俗嬢に嫌われちゃいけねえなと思って、はい、あの香水で、うん、あの股間を洗いましたよ。18で。で寸前、もう店に入る寸前でトイレにもう一回行って、はい、あの緑の洗剤で股間を洗うっていう。よく水道とかについて。そしたらあのお姉さんに、わっ何これ洗いすぎ。バレちゃったんですか。でこれをなかなか的を得てますね。またいい線ですね。ちょっとバレてきてるのかもしれませんね。すごいですね。はい。はい。FM 高知でお聞き、絶対元気でよさんですね。はい。はい。3つのキャラ、当てさせてください。はい。アンアンがセックス特集の時だけ立ち読みするキャラ。しますね、俺これ。するんですか、当たってるじゃないですか。セックス特集の時だけやるな。あとなんか、ちょっと有名な、瞳がちょっとヌードになりますみたいな。ああ、よくありますよね。ああいう感じの時あるでしょ。うんうん、ああいう時俺絶対立ち読みするな。へえ。はい。あとはね、長嶋一茂以外の二世タレントにこびるキャラ。これ実際は二世タレントにこびるってことを俺あんまりしないね。こびないんですね。あんまこびないね。逆に二世タレントを攻撃するようなタイプじゃん。基本的には俺は。ごもっともです。あんまりキャラとしてちょっと全然。うん、ちょっと違いますね。はい、ラジオネーム、つっちーさんですね。はい。送りバントの技術に定評があるキャラ。これは実際は。まあなんだろうな、かわいい選手みたいなね。ああ。かわいい選手みたいな。馬ずらした。馬ずらした。馬ずらした子供ばっかり作ってる。暇な男キャラ。子供がかわいそうですよ、これは。はい。はい、これはね、FM 長崎でお聞き、ロファスさんですね。うん、後で謝るキャラ。これ気になるところで、実際謝ってますか？これね、実際ね、絶対に謝らない。これ。なんで謝らないんですか？俺は間違ったこと言ってねえと思って。
ポリシーが。本番中とかさ、うんうん、にさ、うん、ちょっと本気で怒ってさ、黙りこくっちゃうようなさ、タレントはさ、もう引っ込んだろってことだよ、テレビ業界から。うん、まあ確かに。そんなもん、リングに上がってきてんだろ。うん、何攻撃されてビビってんだよ。ふてくされやがってよ。うんうん、バーカ野郎。これは絶対謝らないですね。ね、こういうのはないですよ。ないですね。はい。うん、こういうのもありますね。はい。はい、ラジオネームココアさんですね。はい、ココアさん。臓器提供カードを携帯し、すべての項目にチェックをつけて、備考欄に毒舌は除くと書いている。で、死んでからいい人と気づかせるキャラ。これどうですか？うん、でもやっぱ僕、俺死ぬときはね、綺麗に死にたいなって最近思います。やっぱり、人助けしてね、死んでいきたいなと思って。だから本当に子犬助けてトラックに跳ねられちゃうとか、そういうやっぱり最後をやっぱり綺麗にしたいなってなるよね。それまでやっぱり汚れてってもいいから、最後綺麗に死にたいなっていうのがありますけどね。はい。あとこういうのもありますね、はい、ココアさん同じく、はい、ファーストフードで店員から見える一番近い席に座り、店員の失敗をニヤニヤ見つめるキャラ。嫌なやつですね。俺これ結構あるな。あるんですか？俺なんかさ、ドリンクバーとかの掃除とかしてる時あるじゃん、はい、ちょうど、ね、そういう時さ、俺もうガン見してさ、おい手抜くなよお前、ドリンクバーの掃除っていう、じーっと見たりしますね。最悪な客ですね。あとなんか女性店員が男子トイレの掃除で入る時にすぐ後追いかけて入ってみたりして、ですぐおしっこをする。見せる。見せないのか。捕まりますよ。これそんなことしてたら。いや、あなたですよ、してるのは。あとは男女共用のトイレで、はい、女の人が出てきたらすぐ入るします。すぐに入る。いやですね、これ当たってますね、本当に。大きく進んでる。吸ってるんですね、もう。うん、さあ、いろいろとね、ありがたいことに、キャラがいろいろ届いておりますけれども。はい、それでは引き続き、有吉さんの隠されて残りのキャラを3つを募集していきます。どんどん送ってください。はい。メールは番組のホームページにあるメールフォームから送ってください。うん、ホームページアドレスは、www.jfn.co.jp/dreamer です。ドリーマー、DREAMER です。メールお待ちしております。はい。というわけで、まだまだメール紹介してもいいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、FM サインでお聞き、ポール・ベタニーさんですね。ポール・ベタニー。はい。はい、映画、レギオン主演のポール・ベタニーです。うん、お来ましたよ。本物だ。有吉さん、今回はレギオンの CM 出演ありがとうございます、うん、ぜひこの映画を大ヒットさせたいので、いろんな番組で宣伝よろしくお願いしますね。うん、それでは、映画レギオン、5月22日公開になります。とっても面白く仕上がってますので、はい、劇場にどうか足を運んでみてください。はい、あと、はい、僕もマリちゃんに金玉揉んでほしいな。やだ、そんな大俳優、大スターから。ポール・ベタニーさんが金玉揉んでほしい。どうですか？ポール・ベタニーさんならありですかね。何をするのが？金玉揉むのか。言わせないでください、わざと。あとね、これ日本代表のやつももう来てますけどもね、はい、FM 岡山でお聞き、アクオスさんですね、はい、ダボっとした格好にキャップをかぶっていると不良だと思ってしまう日本代表です。これわかるな。俺わかりますね。これわかる。やっぱりちょっとそういう格好するとあの人不良かなって思っちゃうよね。思いますね。うん、やっぱり厄介だから近づくのやめようとか思うよね。もう普通なんだけどね、そういうのがね。そうですね、若者の中ではね、格好としてはね、うん、さあ、FM 長崎でお聞きのラジオネーム白豚さんですね。はい。僕は、しょうもない本を書く日本代表だと、このラジオのリスナーから呼ばれているらしいです。あ、村上春樹さんかな？村上春樹さんが送ってきたんだな。あ、しか、本当だ、ラジオネーム白豚になってるわ。白豚村上春樹さん本人からのメールですね。白豚ではないですよ。しょうもない本を書く日本代表だと思われています。しょうもなくもないですか？いい作品いっぱい生んでますよ、本当に。例えば何ですか？IQ84 でしたっけ？ 1984 読んでないでしょ？読んでないでしょ？くだらないと思ってるからでしょ？ちょっとつまらないかなと思って。俺3巻まで読んでません。こんだけ散々さ、ね、白豚って言ってるからさ、はい、自分で本買っといてさ、うん、なんか読む気しねえな。買ってある
分なんか読んでくださいよ。はい。はい。あとはね、くだんないのいますね。FM 群馬でお聞きのザスパッコさんですね。はい。自分はパジャマを集めることの日本代表です。パジャマ？今30着の寝巻きを集めているのですが、毎週多彩なパジャマを着て寝るのが楽しみな状態が続いております。くだらねえな。なんだこの日本代表。引っ込めこの。FM 群馬でお聞きのザスパッコさんですよ。そうですね。何なんですかこの群馬の人。あの群馬全員を敵に回す。パジャマを集める日本代表。くだらねえんだよ。もう誰にも言えない。なんだよ。はい、次行きましょう。あとね、他にはね、これですね。はい。普通のお便り、メールですけども。FM 岐阜でお聞きの、ラジオネーム、イジュンさん。はい。今日の有吉さん、ちょっと優しくないですか？うん。やっぱりガチで CM 狙ってるんですね。丸くなった有吉に興味はね、もうラジオは聞かない。岡本真理ちゃんを応援します。はい、まあ、ぜひ。全部冗談なんですけどね。騙されたい。騙されたい。ちょっと騙されちゃいますね。うるせーね、くだらねえんだよ。まあ、はい、というわけで、はい、日本代表ね、はい、のメールをいろいろ待ってますんで送ってください、はい。はい、メールは番組ホームページにあるメールフォームから送ってください。ホームページアドレスは www.jfn.co.jp/dreamer です。ドリーマーは DREAMER です。はい。さあというわけで有吉弘行のサンデーナイトドリーム、あっという間に1時間経過しまおう、はい、っとはい、はい、いろいろとね、まだまだメールが来ておりますけど、はい、岡本さん、よくよく考えたらね、はい、これ俺らの放送さ、最初の頃はさ、はい、FM だからおしゃれにやろうよとかさ、どうやったらおしゃれになるのかなって模索してたわけじゃん、うん、言ってましたね。それが今さ、はい、金玉揉んでますとかさ、知れ方だと完全に捨てたな、そんなの。捨てますね。もうちょっと、うん、改めような。え、またですか？また原点にもうちょっと戻ろうな。わかりました。金玉をやっぱ金ピーぐらいにしようよ。でも言わせてるのは有吉さんですからね。まあそうなんですよね。はい、いろいろとメールも来ております。日本代表、これだったらなれますみたいなね、はい、メールですね。ラジオネーム、ツッチーさんですね。はい、僕は、自分の影に驚く日本代表です。なんかびっくりしてしまいます。はい。特になしですか？びっくりするんじゃないんですか？影に？影に。影に驚いたりする？したことないですね。しないですよね。はい。しないですよ、ツッチーさん。しないですよ。はい。FM サインでお聞き、加藤隆さんですね。お、加藤隆さんから。加藤隆さん。僕は天下を集める日本代表です。集めねえよ、あの人。あの人は、そういうのしないことで有名ですから。ねえ。はい。ねえ、マリちゃん。私も集めてないですよ。天が集めてないですか？天が集めてないです。一回僕があげた天がをブログかなんかでお守りですっていう風に。あれが天がって言うんですか？発表してましたよね。すげえ俺突っ込まれた。なんかメレンゲかなんかで久本さんとかと一緒にやってる番組でさ。はい。岡本まりちゃんにこれほら優しいところあるじゃない、お守りなんてあげちゃってってその写真が載っててさ、あれ天下ですけど、あれが天下、お腹っぽですよ、みんなドッピキしてた。お前が本当のお守りだと思って載せるから、お前ブログに。あれアメブロニュースにもなってましたからね。ねえ、有吉、はい、お守りもらうでしょ。そうです、天下ですよ。そういうことか。はい、さあというわけで、いろいろとまだまだ番組にメッセージください、感想質問何でも OK でございます。はい、メールはメール、ホームページにあるメールフォームから送ってください、うん、ホームページアドレスは www.jfn.co.jp/dreamer です。うん、はい。さあ、そろそろ一部の地域の方とはですね、この時間でお別れとなります。また来週も聞いてください。はい、はい、お相手もう行く？ちょっと寂しいな。寂しいですか、うん、この一部の地域の方もさ、うん、ずっと聞けるようになるといいね。そうですね、2時間、2時間になるといいですね。お前もっと営業しろよ、いろんなところで。営業呼ばれればしたいですね。いろんなところのさ、各局のやっぱプロデューサーのところ行ってさ、はいはい、頼みますよ、ちょっと2時間してください、金玉思いますから。さあ、行ってこいよ、早くよ。さあ、ということで、お相手は、有吉弘行と、岡本真理でした。この後も聞ける方は、引き続きお願いします。さあ、
始まりました、5月16日日曜日、時刻は9時を回りました。改めましてこんばんは、有吉弘行です。はい、日刊現代にチカチカヌードもと書かれたアシスタントの岡本真理です。お、マジやんの？一切ありません、そんな話。ないの？やれよ。一切ないです。自分から営業してやったら言いますけど。そんな出たがりじゃないですから。あ、そう。はい、はい、東京半蔵門 JF レンスタジオから生放送でお届けしております、サンデーナイトドリーマーです。はい、さあね、あ、うん、本当にやらないんですかヌード？これ本当に日刊現代さんに書いて、なんか自分、太田プロも断るわけないって書かれたんです。太田プロは断んないでしょ。太田プロ断ってますからね。断んないですよ。だって昔、羽賀健二さんがいた頃もヌード写真集出してるんですから。いや、それと岡本までは別ですよ。見せてよ、ちょっと。いや、今。いいですよ。いいですよ、じゃねえだろ。はい、いろいろとね、メールも来てるんですよ。はい。はい、日本代表ね、あなたは何の日本代表ですかっていうメールをね、募集してるんですけどもね。はい、FM 参院でお聞きのタレ会ってイカさんですね。はい。僕は、ドンの、ババノリコアナ好きの日本代表です。うん、ババアナに金玉を揉んでもらいたいです。でもね、僕、ドンでずっとババさんと毎週やってるんですけど、はい、僕も、実はババさんのことがすごい好きなんです。そうなんですか。はい、どうこの前ね、サマーズさんと青木優子アナウンサー、はい、TBS のね、はい、あの人のところでバスの中で青木優子が、有吉さん、女子アナの中で誰が一番好きですか、はい、って言うんで、僕、ババさんです。はい。って言ったら、うん、サマーズさんもちょっとなんか、え？なんで？なんでババさん、うん、なんでババさん、うん、っていう空気になって、はい、青木優子のことも、ああ、ババさん、ははははみたいな空気になったんですけど、うん、でもまあその後に大竹さんが、あ、でもよくよく考えたら分かるわ、なんかエロそうだわ、へー、エロが強そう、あ、エロが強そう、ババさんってエロ強そうだなって、エロ強そう、うん、なんかやっぱきっちりした感じするから、ちょっと夜はなんか表現しそうな感じがするというか、はい、性に貪欲な感じがするの、ババさんって、へえ、ババだからね、ババだよ、ババのりこだよ名前ばかりしないで。いや、これはね、ちょっとライバルですよ、タレカイテさんは。これ、僕もババさんに金玉揉んでほしいですから、日本代表には想像させないでしょうね。どっちが先に揉まれるか勝負ですね。そうですね、勝負ですね。はい。あとね、FM 参院ですね、はい、お聞きのたかしさん。はい。うさぎ大好き日本代表です。ペットショップに行くとついつい立ち止まっちゃいます。だって可愛いんだもんと。こういうね、くだらないメールを送るのやめてもらいます。いや、本当にふざけんなよ、いや、よく考えると、このメールは正しいですよ。なんかよ、深夜のラジオとかでハガキ職人だなんだってさ、頑張って面白いネタ送ってくるんでしょうよ、みんな。なんだこれ、うさぎに大好き日本代表ですって。こんなもんな。ふざけんなよ。いや、たまにはいいじゃないですか、そういうのも。書き上がってよ。他のメールがおかしい。読んでる俺も俺だわ。確かにそうですよね。はい、またもや FM 参院でお聞きのラジオネームブーミンさんですね。僕はオナニーの時ティッシュではなくトイレットペーパーを使う日本代表です。トイレに流せるから便利です。うん、どうですか、エコでいいんじゃない。どうですか、あ、でもやっぱ自然問題考えるとエコでいいんじゃないですか。どっちゃですか、あなた。あ、どっちゃ、私トイレットペーパーそうですか。僕もね、どっちかってまだエコーではないんですけど、ティッシュ派なんですよ。ティッシュ派なんですか。トイレットペーパーだと、やっぱりね、僕のすごい性欲からすると、うん、はい、溶かしちゃうんですよね。溶かしちゃいますから、流す前に溶けちゃうから、ちょっと酸が強いですからね、そうなんですか、じゃあ、ティッシュですね。なかなかね、あれですけどね。はい。はい、まあそんなもんでしょうかね。はい。はい、じゃあそれではまだまだメールを募集しています。うん、はい、これなら私も日本代表です。うんうん、はい、メールは有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。うん、アドレスは www.jfn.co.jp/dreamer www.jfn.co.jp/dreamer です。はい、じゃあここで一曲いきましょうかね。今夜は日本を代表する曲をセレクトしてお送りしておりますが、はい、日本の未来はウォウ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 、モーニング娘。でラブマシーンです。下手。さあ、
日曜日の夜にあなたのモヤモヤをすっきり抜いちゃいます。有吉弘行のサンデーナイトドリーマーです。はい、続いては1週間分のいまいちすっきりしないニュースを集め、有吉さんにすっきりさせてもらいます。はい、お願いします。はい、ではこの1週間に起きたすっきりしないニュースです。まずはこちらから。水戸黄門三木久助さん、的場佳子さん。41年目に突入したドラマ水戸黄門がこの秋からリニューアル。佐々木助三郎役を東幹久さん、渥美角之進役を的場浩司さんが務めることになりました。佳子さん役の的場さんはこの門どころが目に入らぬかと印籠をかざします。水戸黄門役は引き続き俳優の里見浩太郎さんが務めるそうです。へー、こんな風になっちゃったんだね。結構これ若者も見やすくなるっていう。見ないわあのなこれな、はい、若者が見やすくなるんだったらスケさんカクさんをやっぱりジャニーズのタレントさんがやるとかだったら若者が見やすくなりますね、ですけど、まあ、東さんとさ的場浩司さんがやってたら若者が見ようって思わないでしょ別に。すいません、これ完全に私の趣味でした。ちょっと当てずれてた、うん、こういう風になるんだね、うん、でもね、そうです、新しくなりました。あの由美香織さんも辞めたんだってね。そうですね、だからあの入浴シーンみたいなのがちょっとないみたいですけどもね、うん、はい、おじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんですよね、うん、おじいちゃんでもあのシーンが楽しみでしょうから早々に、うん、ねえ、由美香織役を決めてほしいですけどね、はい、うん、誰がいいですかね。誰がいいと思いますか。でもちょっと由美香織さん的っていう意味ではやっぱり馬場典子さん、うん、馬場典子はないでしょう。案外いいかもしれない。馬場さんとかいいよ。 あんまりエロが強い人だとやっぱりダメなんだよ。そうですね、うん、ちょっとグラビアアイドル系じゃちょっと物足りないからね。磯山さやかも何回か入浴シーンやってましたけども、 ね、まあ審査通らずってことでしょ。まあそうですね。まあダメだったわけですからね、審査失敗と。あの君ちゃんも出てましたけどね、出てましたね。ダメだったのかな、ちょっとな。うん、いろいろありますね。岡本さんどうですか。あ、私ですか、うん、ひょっとして。あ、来たらどうします。あ、ちょっと一応やってみたいですね。やってみますか、はい、このね、由美香織さんの役をやりたいって言ってる女芸人がいるんです、はい、友近です。これはい、友近と今かぶりましたよ。仕事競合しましたよ。嫌われますよまた。それで友近さんの友近だって嫌なのか。一緒にお仕事最近一緒になりましたけれど、普通に優しい人ですよ友近さん。知ってますけど、もうちょっとそういうの勝手に使わないでください。次行きます。はい、続いてのスッキリしないニュースはこちら。なるみりこにツイッターが騒然。有吉サンドリファミリーのなるみりこさんがツイッター上で大きな話題となっているそうです。土曜日に放送されたメレンゲな気持ちで、なるみさんの自宅の部屋が公開され、 CD ラックに油だこ、猛毒、スターリンなど80年代のドロドロとしたパンクやロックバンドの音源があったことが原因。なるみさんの CD ラックに全国の文化系男子がツイッター上で反応、うん、本物だ、彼女もこっち側の人間だったのだとお祭り騒ぎ。さすが17歳のアイドル女優にて有吉サンドリファミリーの一員です、うん、はい、まあこの今のニュースで一番気になるのは有吉サンドリファミリーだよね。サンドリって何、サンデーナイトドリーマーを略しちゃったの。おい、勝手なことすんじゃねえぞ。三脚ファミリーみたいな。いや、サンドリだよ。誰も呼んでねえわ。いや、サンドリファミリー今後増やしていきましょうよ。なるみりこさん。そうか、まあなるみりこちゃんはね、もう第1回目の放送からちょっと太ったんじゃないかっていうことでね、はい、サンドリファミリーでね、メールもちょくちょく送ってくださってますから。ますよね。そうですけど、ね、やっぱりこういうの嬉しいんだね。なるみりこちゃんがその結構ハードなね、パンクバンドとか好きだっていうの嬉しいんだね。そうですね。だって17歳、平成生まれが80年代のパンクロック。ねえ、まあ、油だこ、猛毒、スターリンなんてもう、スターリンなんてもう、はい、おしっことかぶちまけるようなバンドだからね、客的に。そんなに、うん、そんなのが好きだとしたら、なるみこちゃんちょっと変わりますけどね、確かに。なるみさん本当に好きなのかちょっと気になるんですね。だからもっともっと、だからなるみにこちゃんは、うん、そこに映ってたのがそれだけで、もっともっとハードな趣味があるかもしれないよね。気になりますね、ハードな趣味。ひょっとしたらね、うん、もう大島渚監督の大ファンだったりさ。
もうなんかそんなんがいろいろあるかもしれないよ。朝まで生テレビでオナニーしてるとかさ。女優さん。どんな趣味があるかわかんないよね。だからね。なるみりこちゃん。これだから一部が公表されただけだからね。何なんですか。他の趣味をちょっといろいろ知りたいですよね。なるみりこちゃんの。メールが来るかもしれない。来ないと思いますけどね。はい。じゃあ続いてのニュースです。続いてはこのニュース。ロンハーが7年連続1位。日本の PTA 全国協議会が発表する毎年恒例の子供に見せたくないテレビ番組で、ロンドンハーツが7年で連続で1位となりました。一方、見せたい番組では4年連続で世界一受けたい授業が1位となりました。なるほどね、うん。今日もこの放送の後またロンハーに行くんですけど。よく行ってますね、ロンハー。子供に見せたくない番組よく出させてもらってますけどね。はい、どうですか。まあでも、まあでもこれはまあ名誉みたいなことですよ、番組からすればね。そうですね。子供に見せたくないって、まあジジイババアが言ってるっていうことは子供は見たいんですよ。いや、そうですね。こういう番組を。親にダメだって言われる番組ほどやっぱり面白くて、いい番組ですからね。うん、そうですね。うん。世界一受けたい授業が1位ですか。1位ですね。見せたい方は。まあ、それはいいですけどね。うん、でもまあ、こんなのに、こんなアンケートに答えるさ、親なんてさ、はい、俺、まあ、言っちゃ悪いけど、くだらねえ親だと思うんです。まあ。うるせえって感じ。そうですね。なんだと。うん。このラジオなんて絶対聞いてないんだろうな。まあ、絶対聞いてないですよね。聞かれてたら一発だろうな。クレームが来ますよ。一発で終わりだぜ。怖いですね。怖いな。クレーマーって怖いですね。クレーマーってお前呼んだな、お前。PTA のことを。言っちゃった。知らないぞ。PTA って何の略か知ってる？プレイチームメディア、うん、プレイチームメディア。PTM だろ、それが。すいませんね。何なんでしょうね。俺の勘ではね。はい。パンティーを、はい、たくさん集める人たち。うん、それか。全然うまくいかなかった。パンティーまでは良かったです、ね。あとも何ですか、ワースト2位はクレヨンしんちゃんめちゃイケ。はい。ですか。いや、クレヨンしんちゃんが2位っていうのもね、なんか。ねえ、まあ、すぐちょっとチンコ出したりとかするからでしょ。うん、あと、親に生意気な口聞いたりとか、そういうことでしょ。そうですね。そういうことじゃないですからね。テレビ、なんでもテレビのせいにしてんじゃねえよ、クソバーバーって感じ。そうですよね。うるせえんだよ、てめえの。教育悪いんだろ。そうです、教育ですよ、ね。てめえ、どんな番組見てきてたんだよ、うん、って話だろ。そういう話ですよ。と言いやがって、うん、はい、そうですね。見せたい番組は、あ、キュー様と、そうなんです。ダーウィンが来ただ。ダーウィンが来た。ダーウィンが来たってなんだよ。あの NHK の動物とかの、動物のセックスばっかり流してるんだよ。動物のセックスではないですね。恐ろしい番組見せたがんな、変態野郎だよ。違いますよ、ダーウィンが来た。違う。そういう番組ではないですよ。はい、次のニュース。はい、続いてはこのニュース。レオ様4回も移動、うん、イギリスの新聞によると映画館でレオナルド・ディカプリオと恋人が他人の指定席に着席、うん、本人たちが来ると2人はにこやかに席を移ったものの、移動先の席の予約者も現れ、結局2人は合計で4回も席を変えたそうです、うん、その新聞によると映画館の席を予約するというシステムを知らなかったのではと伝えています。誰なんですか、この女の子は。はい、見に行った女性はスーパーモデルのバー・ラファエさん。はい、ちなみに見に行った映画はアイアンマン2です。はい、最近。なんかディカプリオぐらいのさ、大スターでもう、はい、億万長者でしょ、こんなの。あ、そうですね。それなのに映画館行くんだね。なんかもう自宅にさ、映画館並みのシステムがあってさ、何でも見れそうじゃん。そうですね。行くんだな、やっぱりな。うん、行くんですね。ディカプリ、なんかスーパーモデルな。スーパーモデルってどういうことなの？モデルを超えたモデルってことですね。スーパーっていうことですね。超モデルってこと。超モデルっていうことです。なんだろうな。なんなんですかね。なんか、ディカプリオってさ、うん、最初意外とさ、はい、タイタニックでちょっとアイドルっぽいからすぐ消えちゃうんだろうなと思ったら、なんか骨太に意外と残ってるよね、この人ね。ずっと残ってますね。一時これも、あれだよね、はい、村上春樹状態になってたじゃん。結構白豚みたいにジャブついてる時あったけどさ、うん、白豚。なんか意外といい役者なんだろうね。なんかさ、外人さんがやってる映画ってさ、はい、意外と演技力
ってとかってわかんないじゃん。わからないですね、吹き替えとかで。実は棒読みなのかもしんないじゃん、セリフとかって。ああ、確かに。ね、わかんないけど、うまいんでしょうね、きっとね。そうですね、実力派っていうことですよね。ディカプリオね。それにしても、ほんと、これどうでもいいニュース。どうでもいいニュースですか。いや、僕今すごい興味持ってる。なんでこんな映画で、映画館で使えるんですか？でもさ、例えばさ、自分が映画館でさ、予約した席がさ、はい、そこにさ、じゃあ誰にしようかな、エビゾーとさ、はい、まおちゃん、小林真央さんがさ、はい、座ってたらどうする？すいません、ちょっと。あ、言えない。言えない。何も言えない。俺だったら超偉そうに、おい、どこ座ってんだよ、おら、エビゾー、おら、つって。怖い。おい、番号見せてみろ、おい。ここぞとばかりに行くよね。うわ、ぐいぐいと行きました。完全に、100対0で俺の方が正しいわけじゃん。いや、確かにそうですよ。おい、おら、ハゲ坊主だよ、おら。どこ座ってんだよ、おら、って。怖い、怖い。おい、女や、おら、変な声した女や、これ。変な声。聞こえねえな、すいませんが、おい、もう一回言ってみろ、つって。いや、怖い。怖いですね。はい、はい、穏やかにね。そうです、穏やかに。問題は穏やかにやりましょうね。そうですね、はい、はい、以上今週のスッキリしないニュースでした。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお届けしております、有吉ルーズサンデーのリーマー。続いては、はい、メールをいろいろ紹介したいと思います。はい、これなら僕も日本代表みたいなメールでございますけど、テーマを一回もちゃんと言ってないんだと思うんですけど、はい、はい、ラジオネーム千鳥さんですね、はい、僕はめんどくさい日本代表です。今日なんか一歩も歩いていません。もう寝てればいいさ。寝てればいいさ。はい、FM、岐阜でお聞きのラジオネームパンナさんですね。私は携帯のデータフォルダにいとこのゆうくんの写メがたくさん入っている日本代表です。待ち受けもゆうくんです、うん、ちなみに4歳ですよ、うん、ふざけんなっつってんだよ。だからなんでですか、誰が選んでんだこのメールを。おい、この外のブースからこのスタジオにこのメールをどの面下げて持ってきてんだよ。俺はいとこのゆうくんの写メがたくさん入っている日本代表です。ゆうくんかわいいでしょうね。かわいいでしょうねじゃねえわ。くったらね、もういい加減にして。ちょっと、はい、岡山、ベルゼブブさん、はい、僕は牛肉のステーキに醤油をかける派の日本代表です、うん、醤油以外考えられません。うん、考えられないんでしょうね。うるせえな。まあでも俺醤油、俺も多分好き。俺もね、相当ジャブジャブ、ステーキに醤油かけたりしますよ、変にソースかけて来られたら、俺ちょっと店員さんに言うもん。え、勝手に何でソースかけんのって。あ、俺塩コショウで持ってきてもらう、言いたいんだけど、うん、ジャブジャブしてるから、俺の方が日本代表だろうね。そういう意味ではね。負けかもしれないですね、うん。はい。はい。あとまだありますよ。メールありますね、はい、まだ、はい。いっぱい来てます。FM 四号でお聞きのドロさん。はい。なるみりこです。あ、取り上げていただいてありがとうございます。はい。ちなみに好きな AV メーカーはアタッカーズです。おこれはますますなるみりこちゃんのこと好きになるな、すごいですね。ここでやっぱりね、ソフトオンデマンドですとか言われると、なんだかあっくりと思うけど、やっぱアタッカーズです。アタッカーズ。ラジオネーム、リコなるみ。あ、また来ましたよ。リコだよ。なるみのリコだよ。PTA は、はい、ポコチン頭のエビゾーだと思います。なるみりこちゃんいいんですかね、同じ俳優さんそのこと言っちゃって。めちゃくちゃだよ。 PTA の P がポコチンで、頭のタが T で、エビゾーのエビゾーを A にしちゃってる。めちゃくちゃめちゃくちゃ面白いですね。 FM 滋賀でなるみりこちゃんです。ついに来ました。チャオ、なるみりこです。かわいらしい。私の趣味はここだけな話、壁を裏剣でどつきまくることです。嫌いなタレントのことを思い出しながらやってます。誰なんでしょうね、嫌いな。誰なんでしょうね、やっぱ書道ガールズのメンバーの誰かでしょうかね。そうですかね。はい、いろいろしておりますけれども、はい、じゃあそれでは、はい、趣味の時間がストレスを激減してくれるということで、はい、はい、無趣味な有吉さんのために皆さんにいろいろな趣味を教えてもらっています、読んで。はい、それでは趣味ですね、はい、こちらラジオネーム
犬男爵さんの FM 岡山でお聞きです。趣味に料理はどうですか、うん、作り慣れた肉じゃがとか、あえて本の通りに作ると味が新鮮で楽しいです、うん、メモしてスーパーで買い物すると中年男性とおしゃれで最先端だと思います。やっぱり料理する男性ってやっぱり評価高いですよね。結構ね、人気あったりしますけどね。有吉さんしますか？まあまあ、一人暮らしも長いですからね、もうしないこともないですけれども、うん、まあ一通りのことはできますよ。それは肉じゃが作れって言われたらそれは作れますし、はい、何かしらやれって言われたらできますけど、やっぱり、うん、ちょっとさ、女の子さ、最近言い過ぎじゃない？なんかさ、女子トークみたいな番組あるじゃん。はい、ありますね。あるのさ、やっぱり男って料理ができた方が良くないですか？わかるわかる。いいよね。いいよね。やっぱ男って料理できた方がいいよね。っていうのがうるせえなと思わない？うるせえんだよ。うるさいですか？うるさい。そんなの。自分でやれよ、まず。あ、まあそうですね。まず自分でやってからでしょうよ。そうですね。それが前提ですよね。ね、うん、そうでしょ。はい。ちゃんとやってくださいよ。なんかわからないんですけど、すいません。ちょっとやります。まあでもこれ趣味っていうか、やれる。料理はやれますけど、趣味にする気はない。そうですね。これはもう生活のための、まあそうですね、ものですから。はい。はい、じゃあ続いての趣味はこちらです。ラジオネーム、岡まとまりさんで、うん、はい。最近ゴールデンウィーク中はずっとすね毛を絡ませてアリを作っていました、うん、手作りのものはやっぱ可愛いですよ。おしゃれな趣味じゃありませんか？うん、俺もね、結構すね毛濃いめなんでね、はい、くるくるっとあのすね毛丸めてアリンコにして引きちぎったりしてますけどね。やってるんですか？で、結構あの女のアイドルの背中にそっとつけたりね、本番中に例えば誰につけたんですか？誰か言う必要はないけど、はい、ちょっとしたグラビアアイドルの肩とかにこうやってすね毛を丸めてふっとこういうアリンコ状にしたものをスッと背中に置くっていう番組中にプレイをして何やってるんですか？はい、どんどんまだまだ趣味お待ちしております。はい、それでは1曲いきましょう。今夜日本を代表するナンバーをセレクト、 XJAPAN で紅。さあ、日曜の夜にあなたのモヤモヤをスッキリとさせていく、有吉力のサンデーナイトドリーマー。はい、最後は明日学校や会社で使えるモノマネ、私が皆さんに伝授していますが、うん、今日はちょっと違うんですよね。そうですね、うん、ちょっとリスナーの方からこういうメールが届いたということで、今日は僕が講師の岡本が生徒でございます、はい、メールちょっと読んでみますね。はい、はい、キス FM 神戸でお聞きのラジオネーム、リーブ21の社長さんです。おお、はい、すごい。有吉くんこんばんは、リーブ21の社長です。先週はうちの宣伝をしてくれたようでありがたく思ってるよ。今度は和田アキ子と島田紳助と一緒に飲みに行こうな、ということでありがたいですねありがたいですね。はい、やっぱ聞いてくださったんですね。嬉しいですね。はい、それで、またちょっと別なんですけども、はい、FM 群馬でお聞きのラジオネーム、はい、コーヒーさんがですね、はい、有吉さんにリーブ21の社長のモノマネをマスターしてもらおうということでね、いろいろコツを書いてくださいましたんで、これをちょっと今からレクチャーしたいなというふうに思っております。はい、はい、マニュアルを読みますね。はい、はい、コツは口をあまり開けない。あまり開けない。はい、そしてラ行、うん、ラ行はな行に言い直し。ラを何する。はい、ザ、ザ行もな行、ダ行もな行、バ行はま行、作業はファ行にしましょう。ファ行、ファ行ですよ。ファ行があるんです。ファ行ですか？じゃあレッスンですよ。はい、リーブ21っていうのは今のコツで言うとニーム2ニュー1。リーブ21はニーム2ニュー1。脱毛、脱毛は夏毛。夏毛。脱毛は夏毛。すごい似てきてる。全力で取り組みます。全力で取り組みますは、全力ね、とくにみまふ。全力ね、取り組みまふ。まずはお電話ください。まずはお電話ください。はい、まぬはお電話くなファイ。まぬはお電話くなファイ。似てきますね。全部、今、リーブ21。脱毛全力で取り組みます。まずはお電話くださいでしたね。マコモさん、できますか？はい、ちょっとやってみます。はい、まずは脱毛を言ってみましょう。はい、夏毛。違う、夏毛です。夏毛。はい。リーブ21。
ニム二十一。違います。ニム二十一です。ニム二十一。ちょっとやっぱおじいさんっていうのを忘れちゃダメです。ね。年力ね、とにくみまふ。年力ね、とにくみまふ。夏のでお好みの皆様、ニム二十二です。まずは、お年はくなさい。似てますね。これはなかなか、はい。いや、コーヒーさんのおかげでね、だいぶ、リブ21の社長のモノマネがね、上達してきたなというふうに思っておりますんで。はい、そうですね。はい。今日はまあ判定とかもございませんけれども。はい。はい。さあ、もっともっとね、もっともっと上手になりたいんでね、いろいろとアドバイスとかいろいろ教えてくださればいいですし。うん、そうですね。こういうのもお待ち。ぜひぜひね、リブ21の社長になりたいですけどもね。はい。さあ、そしてまだまだいろいろとお便りのメール来ておりますね。はい。はい、FM 長野でお聞き、ラジオネーム、赤ペンさん。うん。さっきのダーウィンの話ですね、はい、子供に見せたい番組のね、 PTA が見せたい番組上位のダーウィンが来たは、恐竜や野生動物などの生態進化をいろいろな角度から特集した大人も見られる番組です。時々バカにしつつ見入ってしまい面白いです。そうなんですね。ただナレーションが白豚、あ、ごめんなさい、渡辺徹さんです。これまた有吉さんのフィルターに引っかかる白豚商法なので見ない方がいいと思いますよ。やっぱ白豚グループってさ、芸能界で厳然たる力持ってるよね。まず白豚グループっていうのがあるのか分からない。白豚グループ入ろうかな、やっぱもうちょっと太って白豚グループ入れてくださいってね。ね、うん、はい、FM 福井でお聞き、ラジオネームリコなるみさんですね。私は書道よりアダルトサイトの一本堂の方が好きです。男じゃねえかよ。なるみりこさんじゃないですからね。はい、はい、じゃあ行きましょうか。お便り募集いたしましょうか。そうですね。はい。メールは有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。うん、アドレスは www.jfn.co.jp/dreamer です。はい、募集しているのはサルガン席リクエスト、残された3つのキャラ、そしてポエムのお題はおたまじゃくしです。有吉さんに勧めたい趣味も募集しています。お願いします。うん、番組終わらせようとしてんじゃない、お前。あ、ちょっとお前勝手に番組終わらせようとしやがったな。最後のページを読みやがって。いや、でも番組は終わらせるつもりです。おい、寂しいな。すいません。あ、春日さん、いやいや、渡せないです。はい、それでは猿岩石リクエストです。はい、今日もリクエストがなんか来ています。はい、猿岩石リクエスト。はい、こちらラジオネームキュルルンユーゾーさんからです。これは去年の冬の話です。街で偶然元彼の姿を見つけました。好きな人ができた、そう言われ私は振られた相手56歳、フリーランスのボブスレープレイヤー。私はまだ彼のことが好きでした。でも彼に話しかけることができませんでした。うん、なぜなら彼が女性と歩いていたから。うん、それでも私の親友と、私は涙をこらえてタクシーに乗りました。うん、その時ラジオからゲストのビル・ゲイツ一押しの一曲ということで流れてきたのが、そう、猿岩石の月。それを聞いた瞬間涙が止まらなくなってしまいました。それから私は彼に匿名で手紙を書きました。鳥の首を同封して。最悪だな、もうコッテファーザーみたいなことしやがる。はい、この曲は今でも私の応援歌です。うん、うん、すごいですね。はい、はい、それではリクエストです。猿岩石で月。さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、略してサンドリ、そろそろお別れの時間でございますけれども、はい、ね、はい、メールを時間ギリギリまで読んでいきましょう。はい、はい、FM 群馬でお聞きの地デジ大使さんですね。うん、これ読んじゃった。先週の放送を参考にして、白竜を仲間にしたのですが、モンスターに遭遇しても白竜にビビってすぐに逃げてしまい、経験値が入らずに困っています。どうしたらいいのでしょう。間違えた。間違えた。こっちを読むんだった。ごめんごめん。はい、日本代表の方だ。はい。はい。FM 参院のラジオネーム、高橋さんですね。うん、どうも、僕はゴールデンレトリバー大好き日本代表でもあります。あの、金色の毛並みをなでなでしていると、とっても幸せな気持ちになれるんです。有吉さんもなでなでしてみては、うるせえ。はい、次。だね。FM 滋賀でお聞きの、
ラジオネーム歩くエロ本女子高生さんですね、うん、僕は後ろ姿日本代表です。はい、後ろ姿のみで陰毛の濃さが分かります、うん、すごい、すごいですね。俺も大体でもこの顔の女は大体これぐらいの陰毛だなって言ったら大体当たるね。すごいですね。大体当たる。お前の陰毛の濃さも大体俺把握してる、うん、怖い。はい FM 長野でお聞き、ラジオネームモモンガさんですね、はい、お尻のガンミ日本代表です、うん、特に魅力的なお尻は舐めるように見てしまいます。はい、はい、ということですね。やっぱり男はお尻をね、うん、ガンガン見る生き物ですよ。見るんですね。はい、あと謎のメールもありますね、はい、FM 高知でお聞きのプータロさん、はい、私は無駄遣い日本代表になる自信があります。毎月1万使います。ひどい時期は3万使いました。めちゃくちゃ怒られました。子供かな。子供だと思いますね。子供かな。そうですね、1万、はい、そうですね。さあどうなんでしょうかね、はい、いろいろとありますけども ね、 そうですね、はい、今日はありがたかったですね。リーブ21の社長のモノマネをいろいろ教えていただきましたからね、はい、だからもし何かいろいろあればですね、はい、ね、本当に教えてくださいね、はい、番組のホームページから、ね、はい、詳しいことも出てるので。マヌはお年はこなファイ、はい、はい、番組の方にお年はこなファイ、はい、詳しくホームページを見てくださいということで、はい、岡本真理でした。いや、アリの日もやってます。初物。さようなら。さようなら。また来週お願いします。